マイケル・クリスチャン・マルティネスはフィリピン出身のフィギュアスケート選手。2014年ソチオリン。2012年クリスタルスケート優勝。好きな選手としてパトリックちゃんを挙げている。マイケルはフィリピンとアメリカで練習している。アメリカでは複数のコーチのもとを渡り歩いているが、2010年12月からは元オリンピック金メダリストのイリア・クーリックの指導も受けている。 本人の弁によれば、フィリピンでの練習環境は良好なものとは言えない。練習時間は6から8時間にも及ぶが、オリンピックサイズのリンクはあるものの貸し切りでの練習はできず、多くの利用者の間を滑らなくてはならない。氷の状態も良くないため、過去には前期の被災外に、かかとの人体帯も痛めている。フィリピンからの財政的支援を受け始めたのは、ユースオリンピック終了後のことである。 しかし、マイケルは他の自国の代表メンバーと違い、フィリピン出身でかつ、フィリピンで練習を積んでいることに誇りを持っているとも語っている。高い柔軟性を備えており、男子選手としては珍しく、ビールマンスピンを得意としている。フィリピンのムンティングパ在住。マイケルは2005年にショッピングモールのアイスリンクで、スケートに出会った。最初は趣味として楽しんでいたが、 2008年から競技者としてのトレーニングを開始した ISU ジュニアグランプリシリーズには2010から2011シーズンから参戦2012年4月に膝靭帯断裂を経験し一社には競技を止めるように言われたが2ヶ月で練習を再開している2012から2013シーズンの JGP レイクプラシット大会ではフィリピン人選手として 初めて国際競技でトリプルアクセルを成功させた。その2ヶ月後、クリスタルスケートでは国際大会での初優勝を遂げたが、これもフィリピン人選手としては初めてのことだった。2013から2014シーズン、JGP リガハイは足首の捻挫の影響もありように、ソチオリンピックの最終予選であるネイベルホルン会では予選参加国の3番目の成績となり、 フィリピンに初めてのフィギュアスケートの出場枠をもたらした。10月には早くもオリンピックの代表に内定した。JGP タリンハイでは3位となり、フィリピン選手として初めて ISU 主催の大会でのメダルを獲得した。ソチオリンピックの開会式ではフィリピン唯一の出場者として騎士を務めた。競技では19位。2014から2015シーズン。 グランプリシリーズに参戦し、スケートアメリカで10位。初出場の世界選手権では21位となった。2017から2018シーズン、ビョンチャンオリンピック最終予選であるネーベルホールンハイで8位となり、フィリピンの男子シングル出場枠を獲得できなかった。スポンサーの支援もなくなり、競技からの引退を決意。ボディビルを始めたため、 体重は 66kg から 75kg に増えた。スウェーデンオリンピック委員会がアレクサンデル・マヨロフのオリンピック派遣を見送ったため、スウェーデンのオリンピック出場枠が返上され、時点のフィリピンに出場権が渡った。オリンピック開催の2週間半前に出場が決定し、体重を 68kg に減量し試合に臨んだ。SP では本のジャンプをなく、 着氷させたが28位で FS に進むことはできなかった。ありがとうございます。